ホリプロオンラインチケットをご覧の皆さん、こんにちは、鳥山正勝です。舞台リトルボイスで、ビリーの上司とミスターブーを演じさせていただきます。この映画は、非常に昔から気に入ってまして、見てて、でミスターブーっていうのは非常に気になってたんですが、それをやらせていただけるってことでちょっとびっくりしています。こう街の中に住む生活感っていうんですかね、そういうものが役で出せるといいかなと思ってるんですが、はい。街の中である小さなそのライブハウスの経営者なんですけども、まあ、あのいろんな、周りの人たちと気さくに話してはいるんですが、どこかちょっと僕が見るところではちょっとふっとこう見える影があって、そういうのが非常に、素敵だなと思ったことはあるんですね。リトルボイス、彼女自身もそうなんですけども、非常にこう心に傷を持った、少女なり、そういう人たちが、本当は活躍できるというような話です。いろんなこう傷を持った方はいると思うんですけど、そういう方が見て非常に、ああ見てよかったな、私も次から頑張れるなっていうふうなお芝居になればいいと思ってます。ご期待ください。